はい、どうも皆さん、ミルスケ太郎です。ということでロータリー後編やってまいりましょう。これ意外と長くはないな。まあ悪魔の Z ですね。先ほどというか、1個前の動画ですねの時に完全に乗りこなし始めたみたいなね、ありましたけども、それを後編で突き詰めていくと、いきましょう。こんばんは。よう。昨日初めて Z の隣に乗せてもらった時思ったの。この横羽線が永遠に続けば最高なのになって。永遠なんて無理だよ。終わりって絶対来るもんな。だよね。だからこそ俺は Z のどんな小さい声も聞き逃さず、そして Z にこう言うんだ。まだまだ終わりにはさせないぜって。今夜出ようか、走りにさ。いいわね。でもできれば2台でつるむよりも。 OK、 隣乗れよ。このエンジン、これ以上どこをセッティングするんですか。完璧にセッティング出てますよ。すごいよな、実装なしの車種台セッティングでここまで。実装も車種台も正直言ってほとんど差はありませんしね。ほとんど？じゃあいくらかはあるわけだ。そのちょっとの差が大事だろ、チューニングは。まさきさん、あの Z。 グッドタイミングだな、本物の実践セッティングが取れるぜ。行こうか。よし、行くぜ。オーバー300キロ、その世界がまだだろうが。あれだけ完璧と思い出すというのは、まだ詰められる余地がある。よし、これ余裕だな。 OKOKOK。ダウン、クーリング走行に入ってください。大丈夫だ。老いから U ターンで感情へ、どうして。そう来ると思ったよ、ボーイ。 FD の有利な感情へ戻るなんて。 U ターンしたわけは大したことじゃないよ。ただ Z がそっちを選んだ気がして。さあ見せてもらおうか、ボーイ、その時代遅れのモンスター FR を。タイトな感情線でどうコントロールしていくんだ。さあ感情だ。さあ行くぜ。ちょっと不利な感じだけど。おおほほほほほ、厳しいね、ブロックが。綺麗に曲がれたぜ。
さあ赤坂ストレートだぜ。赤坂ストレートで300キロ出さなければ完全に勝てねえ。よいしょ、やばい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 、危ない危ない、これ絶対暴れないで、指痛いんだから。パッシング、サイドに、これもサイドあるんだ。お、もうなんかほぼほとんどボタンちょっとトコトコしてたんだけど、ほとんどがサイドだ。これはブレーキ。指が痛いよ、指が痛いよ。湾岸は好きだったから指が痛いよ。あ、事故った。この感覚が好きだな。グランツをやらない理由が分かったろ。コーナーは痛いんじゃ。コントローラーでも実際はやりたくない、だからやらない。このゲームだけは特別だ。グランツーよりも特別な思いがあるからな。指が痛くても何でもコントローラーじゃできねえ。え、なんか引っかかった。危ねえ。赤坂ストレートだ。さあトライ。事故ったわ。マジかよ。どいてどいて。まさか引っかかると思わなかった。Z さすが。やばい、4分30秒帰ってこれねえ。やばい。4分半じゃ帰ってこれない。4分半じゃ帰ってこれないんじゃないか、これ。大丈夫？あ、帰ってこれた。よかった。よかったよかった。危なかった。坊や、お前のそういうと、こうして自分の不利な感情を選んだんだ。感情でこの FD より速い車なんて一台もないんだ。一台だけいた。感情で FD と互角に走れる車が、本物が操る本物の中運動だ。湾岸の黒い怪鳥、ブラックバード。偶然、それとも必然、私にしろ歓迎だ。10年来のケリをつけさせてもらう。ブラックバード、よし、ラストだ。坊や、お前が一番大事なことに気づいた。早いよ。まさか見せないね。
で出てる。またまずい。これこのゲームどれだけこの車にロックかけられない、かけないで走れるかっていうのもね、かけブレーキ力ね。しかもこの車 ABS ついてないじゃん、それは滑るよな。それはロックするわな。どれだけ滑らせないような。オブレ、疲れる。パワーはいくらあっても OK。 たとえこの C1 でも、 C1 内回り唯一の直線、赤坂ストレート。なんというパワー、まさかこのわずかなストレートで300キロ。Z が遅れる。アキオくん、さすがに私が隣だとこれ以上は降りる必要もないよ。これ以上速くは走れない。どうした、一気に離れるぞ坊や。一度出て女を殺すのいいだろう。それもだが、再び上がってこいよ。今夜でなければダメなんだ。同じ夜はもう二度とやる。ここでいいわ、車拾うから。ああ、じゃあな。何よ、そんなにさっさと下ろして。どうせお邪魔だったわよ。私思いっきり走れなかったでしょうよ。そうよ、入れないわよ。アキオ君と Z の間には。アキオのバカ。もう一度隣に乗ってくれないか。知らないよ、また早く走れなくても。いいよ、もう降りないよ。私何があっても絶対に。行こう。いたぞ山、ブラックバードだ。助手席の音、地獄の中な、北見純だ。いた、 FD とブラックバード。坊や、よく上がってきたな。もう一度この C1 に。一瞬のトライで全ての蹴りはつく。見せてもらおう、 C1 赤坂ストレート300キロ。よし、行くぜ。一瞬のトライで全ての蹴りをつく。ここは飛ぶから気をつけよう。やっぱ飛んで。おとなしくケツにいろよ。お
あーでもこの挙動であれ出してくれたらよかったな、 X でこの挙動で痛い X 出してくれたらすごくやりやすかったんだけどな。あいい早いよ、さすがブラックバードだよ。ストレートじゃないかな、285キロ。やべ、曲がれなかった。いるかな、どうだろう、なんか引っかかった、また引っかかった。やはりバグはあるか、このゲーム。クリア3番手で書いてあるから、待たないとダメなんだよ。さあ赤坂ストレートに着きますよ、皆さんお待ちかねの赤坂ストレート300キロトライバーっていくやつですね。この霞の出口で決まるんだ、トライ。車線は距離に食われていく。大丈夫ですか。追い上げてくる、バカな。分かっていたように、いた。 FD のために。助けられるとは思わなかったですね、坊や。かっこよすぎるぜ。ねえ、どうして今日私を乗せたの？ただ見て欲しかっただけだ、お前に。終わりは来る。だからこそ、誰よりも早く彼は Z を走らせようとする。最後のその時まで。困るんだよね。電話一本でさよならなんてさ。お前、俺なんかとこれ以上付き合ってもメリットないぜ。それに俺、太田さんに誘われたのよ。もう一度 RGO でやらないかって。
あんたはもう二度と走らない。いや、走れない。あんた自身が一番よく知ってる。ずっと降りる訳を探していたから。あんたのために FD 買ったの。ただしノーマルで乗ること、そしてこれから私と生きていくこと、そしていつかお母さんになりたい。あんたの子供のお母さんに。本当に死ななくてよかったね、マサキ。その時一緒に走った者だけが見ることができた世界がある。もう二度と見ることはないだろう。フルパワーで加速するお前のその姿。はい、ということで今回はここでおしまいです。ですね、最高の彼女ですね。はい。あんたのために FD 買ったのよ。え、なんでっていうもん。で、いきなりね、あなたと一緒にいたいからって言われたら、そりゃもう言いたいことは分かりますよね。ということでお疲れ様でした。